他の女の人誰、うん、かなり各々が一番得意としている河川夜いやそしてジェットダブルデュエリストという技ぶつかりそうですね。シーロングです。アタッカーサイドは4名シーロングのセット狙ってますね。これフリックだよ。やばい、うますぎ。振り込みしてね、一瞬だよ。1ミリを打ち抜いていきました。ヘッドショットで抑えていきます。うわここはデコイです。いいパラノイア効いてるのか。パラノイア入った紙と本当だ。もうこの武器が弱いラウンドなんですけど、人数をかけることによってそバレた受け振りをカバーしてますね。逆にバレた分逆にカバーしましたが、なんとここはユーフォンのジャッジです。ボドカ倒す者を白波ラムネのガーディアンでボドカを落とします。ていうか冷静に考えたら俺らこれ VDK たちを応援しなきゃいけないのか。同じシンパ何してんねん。お金が多ければ多い。ヤクモベニのファーストブラッド、そしてアルティメットで敵の位置を。やばいやばいやばい、そしてどんどんどん河川。それはやった。それはワンキルだ。おい負けるってブラシ食らってないって。さあここでは A ショートのスナイパーライフルの運用。ファーストブラッドは神と絶対当たるじゃん。ここも神と目の前ダメで抜いていく。索的なアビリティを出したらちょうど目の前になりました。索的なアビリティか。ここも神と。おいおい何してんねん。スナイパーライフルとかっこよく見え。ここは河川ワープして、カザナズダを落としましたが、ここは神とのオペレーター。一ノ瀬ウルハ、なんとか倒せますが、ここはジャッジ。バランクラッチは終わってる。マジでショットガンも駆使できるのがこのバロラント。マジでやばいって。ラウンドの取得数も関係するんだろう。一本しか取れてないって。常にこうスモワンオツ、しかもショットガンジャッジです。首長く締まってますよ。キモすぎ。ワンオツ、さすがクロムザシャドウズ、飛んでワープで相手の位置が見えました。バナナクラッチは飛び切った飛び切って何してんねん。キャンセルできません。バナナクラッチはなんか純正のトロールになってきてない。コンペで同じチームになりたくないんだが、まあ、これであれば設置はいけそうです。いいぞクラッチマン。ヤクモベニーです。ちょっとなんか、まあ、でも一般的には8対4とはまあそれなりにボコられてる。勝ち負けだけではないじゃないですか。そうですね、ラウンドちょっと変えてきましたね。これアタッカーもそれ分かってから固まりましたね。あ、みんなギュギュになってる。ウルファを倒して、あ、どっち、さあ、あっという間に正解が変わるか。あ、何、どっち、あ、2対1、2対1、最後はライス。武器振り側が取りました。信じてました。固まっていく強さですね。最初から信じてた。勝ち取りましたね。7対1の時から後半のセカンドは取るやろうなと思ってました。スパイクを設置しないといけない。そういうことか。いや、これさっき相手にやられたことやり返してますよ。ねえ、いい、今度移った、いい取り返し、2人移った。うっするするする。うー、頑張れ。おー、素晴らしいボドカ。ナイス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 。カガナズナ裏から入っていく。しかし設置が手前なので難しい。なかったんですよ、うん、ちょっと A の警戒度下がりました。フラッシュ入れるな。相手のセットアップに対してはリコン打った、スパイクドロップ。さあさあ、手前分かっている。いや、ボドカさんめちゃめちゃアビリティいいですね。ヘブン社にいるのも報告で入っています。5対3、そしてそこにボドカ、さらにショックボルトと自分でいった。ボドカすごい、めちゃめちゃ強いじゃないですか。今さ、ユフィさ、攻撃を全部防いだに知らせてかなんかで乗ろうとしてたけど、なんかミスってサイト上乗ってたよな。目の前の箱上に乗った瞬間ショックだったし、もうこれバナナクラッチもんじゃなくてバナナトロトロだね、これ。あ、もうバナナ、バナナトロトロや。そして打ちますかね。来ました、サイト内に覆うアルティメットです。これは何が起きてるんですか今。相手をこうスタンさせる。スタンさせる。そうですね、はい、ほうほうほう。ちょっと何もできなくさせるような強力なアルティメットアビリティが。ハンターズフューリーと合わせて取り返しがスタートしていった。一応セールハンターを取った。あんたでもいいよ。まあこう時間経過とともにですね、うんうんうん、オーラを放って最終的にそのエリアにいる相手は来たスタンがかかりますよ。あ、なるほど、はい。それを壊していきました。すごくまだ今河川か帰った瞬間くるみのは壊してしまった。
想定処分。おい、ちょっとめちゃめちゃレベル。いや今のは河川さんそんなに悪くないな。帰り位置にジェットが詰めてきてたからまあ不運だ。でもまあ実際今のところなんかちょっとうざい青い人か。はい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 。ドローン切った。ボタン。ああストブラッド捉えますが、140のダメージ。ファントムだダメージが入りました。あさあこれか。ローリングサンダーにはパラノイアの返しが入ったんですが、ここはずれた形になりました。設置です。逃げれませんでしたね、チギさん。ここも神と。そのまま潰しにかかりました。クルミは。止まらない止まらない。最後は神との。